どうも白石さんです。ちょっとミュージックデイのマスタープラン BE:FIRST さんのパフォーマンスを見たいんです。ちょっとスマホの方でポチリして見ていきます。すいません、画面の方は流せませんが、ちょっと見たい。ダン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 理解不能、それはそうさ。だったんだ。すごい。やんちゃ、もう衣装がやんちゃ。レオはレッドなんだね。ソータのラップがめちゃくちゃレベルが高くなって。当たり前、ゴールにはまだ早い。もう動け出せない。このパート難しいんだよね。答えは最初からすべて聞こえてた。おわ、プラン。MASTPA。ブレーン ここ。やべえ声出してるぞ。斬新斬新。ここ、ちゃんと映して。ああ、ちゃんとまだよ、まだ映してよ。そう、まだまだ映した。へい、やっぱ圧倒的でしょ。この BE:FIRST はね、ライブがやっぱ圧倒的。この、なんていうの？不穏な、この怪しい曲をがっつりやり上げて、一人一人のクオリティが高いのよね。これをやっちゃうんだから、ライブで。ぐじゅっとやっちゃうんだからね。これは、たまったもんじゃないですよ。たまったもんじゃないですよ、これは。その FNS 歌謡祭での、その、まあ、リスペクトのこもったアカペラからスタートさせたディフィテックさんとのマイウェイ。こちらの方も本当に歌唱力高いんだな、このグループは。そして、こう、音楽ファースト。音楽を愛してるんだな、このグループはって見しといて、この今日の圧倒的なヒップホップのライブパフォーマンス。やばいから。やばいわ。これが本物ということでしょうね。ちょっと我慢できなかったら見ちゃいました。